先ほども私、触れたんですが、<ー>この監査委員会の調査報告、まあ、中間報告なんですけど。はい まあちょっと甘いですよね甘いですね、見えー、煮切らないし、玉虫色だし、要するにお手盛りだったってこういうことですよね、はい、でそもそもこの特別監察委員会なんですけれども、一応、第三者委員会とこういうふうに言ってるんですが、えー、この特別監察委員会の樋口委員長が、じゃあ、どの組織に所属しているかというとです、ね、えー、労働政策研究研修機構、こちらの理事長なんです、はい、でこの労働政策研究研修機構というのはです、ね、厚生労働省が所管する。 独立行政法人なんです、はあ、つまり参加の組織のトップをですね監察委員会の委員長に据えて、ー、これで第三者委員会と言えるかという、ね、そうですね,ですねもともとおかしいんですよねそういうことなんですね、えー、で、しかもですね調査期間たった一週間はい。七日間で一体何ができるのかさらにですね 聞き取りベースなんですね、関係職員の。えー、で、関係職員にですね、じゃあ、組織的隠蔽があったんですかって聞いて、ですね、えー、ありましたっていう人はいないわけですよね。<laughs> そうですね。行っ <laughs> たらよっぽど変な人ですよ。えー、で、なかったと、えー、<ー>隠そうという意図はなかったと、職員たちは、元職員たちも含めて言ってるので、組織的な隠蔽はなかったというふうにですね、まあ、この認定を見送ったわけですよね。えー、やっぱりかっていう印象が強いです、ね、そうですね。 まあ結局根本的な問題は何一つこれ出てきませんでした、はい、そうなんですね、えー、まずですねこの不適切な抽出調査が一体誰の指示で始まったのか、えーはい、で何の目的だったのかですねそれから例えば去年2018年から 補正が行われました、えー、要するに不適切な調査だと正確な数字が出てないというので補正をかけたわけですね、えーはい、じゃあこの補正は一体誰の指示で行ったのか、はい、さらにはですね、2015年です、はい、調査手法のマニュアルから東京都については 抽出調査でもいいという文言を削除しました。はい、まあ、それ以前はそんな文言があったということも問題なんですが、えー、2015年にこの文言を削除しているんですね。えー、で、この直前に総務省の統計委員会が、毎月勤労統計がおかしいと、えーで、その手法が正しいかどうかチェックすると発表しているんです。えー、これを受けて、このマニュアルから文言を削除したのは、一体何のためだったのか、はい、誰がそれを指示したのかですね、えー、こういったことが一切今回の報告書には浮き彫りになってないんですよね。現場が 勝手ににやったっったてていう話になるんですすよねね、はい、そうなんです、ねえー、でも、こんなことありえないわけですよね、えー、まず2004年からですねマニュアルを書きました、これ、マニュアルを書き直すって大変なことで、はい、現場で勝手にやれるかどうかということですね、えー、しかもそのマニュアルは総務省の統計委員会に報告しなきゃいけないんですが、報告しなかったわけです、えー、報告しないでいいよと誰かが言ってるわけですよね、はい、じゃあ、それは誰なのかと、当然なってくるわけですね。えー、組織的な関与とと隠蔽ですね、えー、これについては私はは私っきりと あり得たというふうにですね、やっぱり疑いたくなりますよね、えー、そうですね、まあこれによって、2000万人以上の人たちが、ですね、はい、えその過少給付をの,その被害を被ったということになってるわけですから、えー、影響は大きいわけです,ねいいですよね、えー、国民の6人に1人が影響を受けてるということです、でしかもその2000万人なんですけれども、えー、これ、半数の連絡先、確認できていないんですね。 で、しかも過少給付ですから、まあ、大事業所の抽出調査だったんで、当然ですね、下振れしてしまったわけですね。過少給付なので、その分また、 上乗せして出さなければいけない。えー、さらには追加給付に対応するための事務費、これコンピューターなど直さなきゃいけませんので、はい、これが必要になってくるんですが、これをですね、サラリーマンや企業が支払ってきた保険料を原資としている、労働保険特別会計から出すなんて、こんなことも言ってます。しわ、はあ、寄せを国民や民間企業にですね、まあ、寄せようとしてるわけですよね。これもおかしいですね。これもおかしいですよね。こういったことも含めてですね、今回の 決定的な問題は、処分が甘すぎるというふうに思いますよね、ええ、ねなんか厚生労働省は、本当にこういう問題は深刻に受け止めてるのかなぁとね、はいえ、疑念になるような、えー、これは調査結果だし、はいえー、それから対応もね、これから先、ね、これで幕引きしようとしてるわけでしょ、えー、これ。信頼回復は極めて難しいし、厚労省の問題はこれ残りますよ、ね、そうですね。